ずいないみたいだな。お客さん。彼に何か言おうでも。いやいや、いつもならここにいるから、ちょっと気になっただけだ。なるほど。彼ならアルベド先生に呼ばれたよ。代わりに私がここにいるの。私はスクロース、アルベド先生の助手。錬金術に関する質問なら私に聞いて、力になれるよう頑張るから。私こういうのあまり得意じゃないの。ごめんなさい。普段は実験室にこもってて、外出も他人と会話することもあまりないから。協力が必要なら私を呼んで、いらないなら私そこで本読んでるから。うん、ありがとうな。オイラたち慣れてるから心配はいらないぞ。そうだよな。え、まさかあなた、フーマリューを倒したあの伝説の旅人？ありがとう。あなたの話をたくさん聞いたよ。いつか近くで研究したいと思ってたの。研究？ごめんなさい、気にしないで。でも、あなたならきっとアルベド先生の力になれると思う。さっきからアルベド先生の話ばかりだな。紹介が遅れてごめん。アルベド先生はセピロス騎士団の首席錬金術師、私とティマイオスの先生でもあるの。普段はティマイオスが錬金術を教えてるとこしか見かけないけど、そのアルベドは先生の先生ってことだな。はい。先生は世界の真相の探求に力を入れてて、成果もたくさん出してるの。先生の助けを求めるためにわざわざモンドに来る錬金術師もよく見かけるよ。どんな難題でも先生に聞いたらすぐ解決するの。おお、すごい人なんだな。うん。でも最近先生の研究がうまくいってないみたいで、会う時はいつも元気がないの。あなたが体験した冒険はきっと先生も興味があるはずだから、インスピレーションのきっかけになるんじゃないかな。先生は礼儀をわきまえた人だし、彼を助けたらきっと相応のお返しをもらえるはず。それに需要を感じないぞ。お返しはやっぱモラがいいな。アルベド先生は今ティマイオスと一緒に雪山にいるはず。案内したいけど錬金場から離れるわけにはいかないから、雪山の入り口で探してみて。先生は穏やかな若い方で、学者のオーラがあって、それから、ごめん、どう説明すればいいかわからない。とにかく探してみてちょうだい。うん、わかったぞ。錬金や研究の話になるとスクロースのやつ緊張がほぐれてたな。研究者気質っていうのはああいうことを言うのかな。とにかく例のアルベド先生を探しに雪山に行くぞ。動くべきだ。ここにいたんだね、ロサリアさん。合唱がもうすぐ。そういうのには参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。でも今回は記念的な行事だし、シスターのみんなには出席してほしくて。それは君の考えだし、
他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。それは君こそ今回の行事の責任者よね。変だと思わないの？どこか変かな。今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないの？そんな、みんなはそういうことしないと思う。それは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの？安心して、君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。私が参加すると思ってないでしょうからね。これ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけど。そうだった、大事な記念行事、遅刻したらまずい。じゃあ戻るね。なんかあのシスター、詭弁しか言ってなかった気がするな。さっきから気づいてるわよ。君たち誰？何のために盗み聞きしてたの？気をつけろ、危険なやつだと思うぞ。少なくともずる賢いのは間違いない。あら、長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。今の聞こえたのか？すごい小声で言ったのに。ふん、浮遊物を連れた異邦人。なるほど、君が風魔竜を倒した栄誉騎士。その肩書きに免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわ。でないと君たちの返答次第では最悪牢屋に入れる可能性もあるから。え、モンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか？少なくとも見て見ぬふりはできないでしょ。シスターにだって正義感はあるわよ。なんだか違和感があるけど否定もできないな。君たちこそ何のために雪山に来たの？彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ。雪が止んでからここを通る人は結構多かったから、まだ残ってるといいんだけど。もしかしてお前も彼を探しに来たのか？違うわ、これらの足跡に元素力が残ってたからね。職業病みたいなものよ。勝手に思ってなさい。私も彼の様子を見に行くから、行きましょう。足跡に元素力が残ってるなら元素資格を使えば鮮明に見えるだろうな。律令呪言、神里流、水流、総流、身の程を知りなさい。ふっ、と、せ、ふっ、しと。ところで、この急に消えてまた急に現れる浮遊物の能力に興味があるんだけど。なんだ？犯罪を犯した後、誰にも気づかれずに現場から逃げられるってことよね。封印厳禁、はい、歌よ錦となれ。
石一文字セチョック、よっ、雨を描きがたし、これはまだ生だ。まずはこれを、時間か、剣入れよと、神里で水友と、よよっと、死の聖職。私？特には。こういう劣悪な環境での行動には慣れてるから。セピロス教会のシスターは経験豊富だって褒めるべきなんだろうか。アルベドは絵を描くのが好きで、様々な場所でスケッチしていると聞いたわ。ここは視界が開けているし、風景も悪くない。でも、ヒルチャールたちに気づいてないってことはないよな。うわぁ！しっかり驚かせちゃったみたいだ。誰だい？なぜヒルチャールを驚かしたのかな？絵が完成してよかった。危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよ。けど、なんでヒルチャール？みんな似たような顔じゃないか。説明するには複雑だから、僕の絵を直接見てみるといい。おお、真面目に描いた作品もあれば、適当に描かれたものもあるな。それらはどこにでもいるヒルチャールだ。時間をかける価値はない。でもこいつを見て、体格も毛髪も姿勢も他とは違う生命力を感じるだろう。繰り返される原始的な集団の暮らしの中で、そういった特殊性は進化を意味する。進化は無から有へ。待って、それ長くなるやつよね。私は興味ないわ。人も見つけたし、私はここで失礼するわよ。あ、こいつに聞きたいことはないのか？おーい！変わったやつだな。シスターロサリアがここまで案内してくれたようだね。礼を言いそびれてしまった。ところで、君たちはわざわざ僕を探しに来たのかい？おう、モンドでスクロースって人に会ってな、お前の力になってほしいって言
われたんだ。なるほど、彼女が君たちを紹介したのか。では僕の推測が正しければ、君が話題のあの竜祭での君の働き、元素力に対する理解、それからいろいろと不思議なところも耳にしたよ。結論から話そう。可能性は一つ。よかった、君の協力があれば僕の研究も大きく進むはずだ。あ、すまない、戸惑ってるだろうね。どこから話そうか。うん、待て待て、早速理解できなそうな内容だぞ。うん、確かに言葉で説明するよりも直、例えば生命を目覚めさせ、この枯れた枝を再生させるんだ。そんなことできるのか。しかし特殊な種があるんだが、今の方法では全然効果がなくてね。君と同じ、それは別の世界のもので、それを咲かす方法こそ僕が直面している課題だ。お前ができないならオイラたちにもどうし。いや、僕であってもこの世界以外の命を想像することはできない。でも同じ異世界から来た君を観察すれば、いろいろとアイデアが湧いてくると思うんだ。どうしよう、なんか怪しくないか。モラ、知識、君の知りたいこと、もしくは僕の知ってる答え、善は急げ、場所を変えて研究を始めようか。アルベドと旅人、気が合うみたいね。あの二人はどちらも異端。モンドの平和に影響を与えるかしら。わからない。でも大事なのは結果ではなく、錬金術を使ってテイワットにこの世のものではない命を目覚めさせることができれば、目覚めさせることができたなら想像することも不可能ではなくなる。少し難しすぎたかな。いやいや、わかるぞ。ただオイラは目が出た後何か出てくるのか気になるだけだ。美味しい果実が実ったら一緒に食べようか。うん、約束だぞ。僕も子供の相手をしないといけない時があるからね。説明すると長くなるから、錬金術以外のスキルだと思っておいて。話を戻すけど、一つ目の研究は元素力に関するものなんだ。この世界のものは神の目がないと元素力は使えない。でも君は神の目を持っていない。なぜ君は自由に元素力を使えるか確認したい。いくつか質問をするよ。君は
他の人にない器官を持っているかい？例えば二つ目の心臓や。なるほど。では君の周りにいるちびっこは君の体とつながってるかい？その質問おかしいぞ。見ればわかるじゃないか。それとちびっこじゃない、パイモンだ。外付け器官としての可能性を考えたまでだよ。君たちは見えない形でつながってるのかもしれない。ふん、可能性はなしということだね。ではパイモンが元素力を君に授けた可能性は？10メートルの岩を貫通する、もしくは清泉町の滝を逆流させるほどの元素力をパイモンが持っているという前提になるけど、ふーん、ありえないか。まだ何も言ってないぞ。となると君の身体構造はこの世界のものとはあまり違いがないようだね。それなら実験であらゆる差異を研究するしかない。まずその正体不明の元素力がどうやって流れてるか見てみよう。スライムを集めてくるから、慣れた方法でそれらを倒してみてくれ。そんな単純な方法で観察するのか。良い実験とは直感的で明瞭であるべきだよ。それにこれは簡単な研究に過ぎないから。もちろん簡単すぎると思うなら同時に6体の純粋精霊との戦闘に変えようか。スライム、スライムでいいぞ。さあ準備をして、スライムが来るよ。アツアツでしょ。安らかに総流水泳よっ。師匠の技を喰らいなさい。はっ、料理の時間だよ。それ剣のようふっとせしよっ。お疲れ様。異常とかはないよね。怪我をしてたら応急用の薬剤を持ってる。ならいい。僕の観察だと君の元素力の流れは順調、元素反応も正常、外への流れに問題はない。次は内部の流れを試してみよう。内部の流れどうやってやるんだ？簡単だよ。錬金術で元素力を抽出した薬剤を作った。もし元素力を生理的な形で君の体内に保存蓄積できるなら。怖い。大丈夫、全て正常なら一時的に調子が悪くなるだけで。正常じゃなかったら。万が一のためにちゃんと準備はしておいたから心配ない。うん、リスクがないわけじゃないけど、君の中の元素の流れに障害があるなら異常の早期発見にもなるんだよ。もし内部の元素反応が他のトラブルによって発生したら、そう理解していいと思う。でもその前に検査用の薬剤にあと一つ触媒が足りないんだ。青銀鉱という鉱石でね、触媒にふさわしい鉱石だ。僕の拠点に案内するよ。途中で青銀鉱も探そう。順調に行けば拠点に着いたらすぐに薬剤の調合を始められるよ。あまり安全には思えないけど、一応メリットはあるみたいだな。道中探してみようぜ。と、これは
触媒にふさわしいね。呪言、チョック、雷光、意図、美しきかな。三尺の修正、その程度ですか。よっ、これなら少し処理を加えれば使えると思うよ。よし、運がいいね。これで十分だと思う。この先が僕の拠点なんだ。案内するよ。た、ほっと。ここが僕の拠点だよ。さっき集めた材料はすでに薬剤の調合に使わせてもらった。調合が完了するのを待とう。ちょっとこっちに来てくれるかい。こちらは助手のティマイオス。モンドで会ったことがあると思うけど。こんにちは。実験データをもらってすぐそれをボードにまとめて貼っておいたよ。あ、こんなにスライムと戦っただけでこんなわかるのか。わかったというか、ほとんどが推論と僕の推測だよ。最も合理的な方法は旅人とスライムの系統学的関係、つまり類似性を調べることだと思う。ほら、君は神の目を持っていないのに元素力を使えるだろ。スライムも同じだからさ。この方向性から手がかりを探せばきっといろいろと収穫があると思うんだ。その切り口に問題はないけど、厳密に言えばスライムは元素生物、すなわち元素そのものだよ。どちらかというと給湯樹やトリックフラワーの方が近いと思う。しかし動植物の関係となると、その角度から見ると少し難しすぎると思わないかい。確かに先生の言う通りだ。それにデータの一番上に書いてあるけど、この旅人は異世界の客人だ。もしこの世界と系統学的関係があるなら、かえって研究価値のある課題になるよ。ああ、確かに。データをもらってつい興奮してしまっていた。今度は気をつけます。そうだ、僕はしばらくここでデータを分析することになる。実験結果を知りたいなら僕のところに来るといいよ。あ、ここは君に任せたよ。薬剤はもう完成したようだ。試してくるから、問題がなければ君にも。予想通り飲めるよ。飲むときは焦らないように。気分が悪くなったら深呼吸して。表情だな。飲めるって言ったじゃないか。なんでこ
ん？これはあらゆる可能性の中で最も正常な反応で、この薬剤は元素力を体内に流し込むから、通常なら拒絶反応を引き起こすんだ。内部の流れが順調なら一時的な不快感に耐えればいい。他の影響はないよ。つまりお前は気分が悪くなるのを知った上でそれを飲んだのか？僕が作った薬剤だから、僕から試すのが筋だろ。もちろんさ、君は僕の協力者。君にリスクを背負わせるわけにはいかない。とにかく結論から言うよ。元素力テストにおいては、君はこの世界のものと同じ。ともっと特別かと思ってたのに。特別よりも普通の方がいいと思うけどね。特別は全て望み通りというわけじゃないよ。普通のメリットは、周りは君と同じ、君を理解できる人が多くいること。同じだから互いを理解し、思いやりや励まし、支え合うことができる。病気になった時も他人と同じだから診断しやすい。何かあっても他人と同じだから経験談を聞くことができる。でも特別な人はそういう当たり前を体験できない。例えば人類は爆炎樹や強風のコアの生活を理解できないだろう。とにかく実験の結果はいいものだった。少なくとも君は安心してその元素力を使うことができる。ティマイオス、新たな実験結果が出たよ。まとめてくれるかい？はい、任せてください。先生、さっき先生からヒントをもらって僕の考えの狭さを改めて思い知りました。君を動物だと決めつけるのは慎重な判断ではなかった。でも君を元素生物だと検証することから始めれば。ふん、面白い考えだ。細かなところは僕が判断するより君自身で研究した方が良さそうだね。はい、必ずみんなを満足させる結果を出してみせます。落ち込むどころかやる気に満ち溢れてるな。真面目だと言うべきか、それともアルベドの口がうまいと言うべきか。では次の研究に入る前に、準備があるから少し待っててほしい。興味があるならここを見学してみるといい。時間を潰せるだろう。異世界から来た元素生物、有力な証拠さえあれば今までの錬金術理論の多くがひっくり返されるかもしれない。そしたら先生の研究もより一歩先に進むことができるはずだ。ただいま。何か興味をそそられるものは見つかったかな？気にすることはない。錬金術の道具ばかりだし、日常生活で使うことはないからね。とにかく急いで次の研究に入ろうか。異なる世界には大きな違いが存在する可能性がある。例えばテイワットでは、神の目を持つ者は元素力を使える。しかしただ一人のみが元素力を使える世界、もしくは誰もが元素力を使える世界が存在するかもしれない。だから元素の他に、君はこの世界にない特殊な力を持ってはいないかな？
それとも前みたいに実験で検証する必要があるかい？いやいや、今回は簡単だよ。そこに柱がある。念力でそれを折ってみてくれ。オイラでもできっこないよ。すでに試したことがあるのかい？ふん、そうか。そうだ、元素力で料理したことは？調理ではなく、元素力を料理に入れるんだ。それで料理が美味しくなるか気になるよ。それとも食感が変わったり増殖…他人が気づかないところに好奇心を向けると新たな発見があったりするんだ。バター魚焼きを作ってほしい。これは僕が用意したレシピだ。準備ってのはレシピのことだったのか？僕は普段よくこれを食べるんだ。絶対にお腹空いてるだけだよな。でも美味しいものを作るならオイラは反対しないぞ。おお、さすがオイラの相棒だな。では頼むよ。実験結果を楽しみにしてる。食べきれない場合はティマイオスも呼んでくるといい。オイラがいるからそんなの心配ないぜ。もうできたのか？実験結果を楽しみにしてるよ。ふん、普通に見えるけどとても美味しい。君は料理の才能があるね。僕が楽しみにしてた増殖現象はなかった。どうやら君の世界でも食べ物に困らないわけではないようだ。いや、この世界の法則が君の特殊能力を制限してる可能性は？まず調味料のように元素力を料理に入れる方法がわからなかったよな。大丈夫、少なくとも美味しい料理は無駄にならなかったんだから落ち込むことはないよ。さあ、これはパイモンの分だ。ゆっくり食べて持ち帰ってくれてもいい。やったー、覚えてくれてたんだな。実験中パイモンはずっと君の心配をしてた。きっと君の大事な友達なんだろうね。そういう心配が役に立つかどうかは別だけど。おい、オイラの悪口を言うなよ。でも美味しいものをごちそうしてくれたから許してやるぞ。オイラたちの仲を羨ましがる必要はないぞ。お前にも友達や生徒たちがいるだろ。そうだね、僕は運に恵まれてる方だね。それより次の実験に移ろうか。錬金術の道具は種類が雑多だし、その保管方法は実に難しい。そのほとんどは見つかったけど、風象徴の元素抽出物と無双の雷の粉末がどうしても見つからない。ご飯を作った後は落とし物探しか？もともと作り直すつもりだったから大丈夫だよ。ただもし見つかったら手間が省ける。君に暗視や振動感知などの超能力があれば落とし物を見つけるなんて楽勝だろうけどね。君たちが見学した場所のどこかにあると思うんだ。じゃあやってみるか。そうだ、元素資格を使えばいいぞ。無双の雷の粉末。風象徴の抽出物。
風元素だよな。これで間違いないはず。全部見つけてくれたんだね。ありがとう。落とし物探しも、雪山で僕を探したのも、元素資格を使った。そうだ。おお、超能力みたいなもんかもな。残念ながら、確かに元素資格は珍しいけど、テイワットにある能力だよ。聞いたことのない異世界の超能力だけ、僕の研究に役立つんだ。つまり、苦労が水の泡ってことだな。そう落ち込まないで。それも想定内だよ。それに落とし物を回収できたし、価値のある実験だった。落とし物に原子力があると思いついたのも賞賛に値する。さて、今までは異世界の違いを研究してきたけど、次は君の人類としての肩書きに関する研究を始めよう。人類の個体差は知能と身体能力から調べられる。まずは身体能力から始めようか。ここからスクロースが何をしてるか見、では平地からあちらの崖にジャンプしたら見えるかい。では目の前の山を破壊したら見えるかい。それなら少し簡単なことからしようか。質問より実験の方が直感的だしね。身体能力の実験にふさわしい場所を知ってる。ついてきて。瓶が丈夫でよかったな。君たちにもっといい方法があればやめ、どんな方法でも構わないから。下の湖の向こう岸にたどり着けば実験完了だよ。かかった時間と最高速度をもとに分析と比較を行う。湖の向こう岸、つまり雪山の湖を泳げってことか。条件を設定しないとき、人は本当に最も合理的な方法で目標を成し遂げる。雪の中の湖に耐えられないと思う人もいれば、こういう寒さが好きな人もいるからね。君たちがどんな選択をしたとしても実験の一部だし、僕にとってちゃんと価値のあるものだから。では頼むよ。君の答えを楽しみにしてる。そうだ、オイラたちがテストをしている間、僕、データの記録、危険の対応、それから。じゃあもしオイラたちが泳いだらお前も泳ぐのか。いや、僕と勝負がしたいのなら話は別だけど。えい、聞かなかったことにしてくれ。お疲れ様。正直驚いたよ。
さすが噂の旅人。君のデータはモンドの平均値をはるかに上回ってる。でもずっとオイラたちについてきたお前も僕実は錬金術を使って少し楽をしたんだ。もしテイワットの法則が君に影響を与えてないなら、異世界文明に対する推測をいくつかできる。逆にテイワットの法則が君に影響を与えたなら、影響がない場合の変化を推測することができる。その中に含まれた可能性は実に面白い。何度も味わう価値があるよ。しかし、お前の研究の役に立つのか？僕を困らせた問題は解決したよ。拠点に戻ったら、君たちに面白いものを見せられるはずだよ。その話をしたら、君は様々な変わったものと同類になるけど、それでもいいかい？黄金、石化古樹、通常の8倍の体温、本質を探求する過程は人を夢中にさせる。残念なのは、そういう夢中になれる時間が常に短いことだ。僕は僕の全てをかけても構わないけど、サンプルは限られてるからね。未知が徐々に基地になると、そういう面白さも消えていく。最後はどれも夕暮れの実やスイートフラワーのような存在になって、時間をかける価値もなくなる。だからあのヒルチャールの絵にもあんなに違いがあったんだな。ああ、僕はあの時時間をかける価値はないと言っただろ。僕じゃあこの実験が終わったらオイラたちもあんな風に。それなら心配ないよ。君たちは僕の協力者。さて、拠点に戻る前に最後の項目、ついてきて。向こうにある遺跡に行くよ。旅の途中で君はたくさんの謎に出会ってきただろ。身体能力テストと同じで、僕は実験を通して君の知能指数を観察したい。この遺跡を探索した後、君が得られた答えを僕に教えてくれるかい？この遺跡の両側にはそれぞれ謎があり、それをクリアすると中央の装置が起動できるはずだ。身体能力テストの時と同じ、方法の制限はない。さすがベテランの冒険者だ。さて、あとは君次第だ。どちらを先に選ぶかも。この洗礼は雪山ではよく見られる。どうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ。
さて、さて、環境が少し複雑だから慎重に解いてみて。これで中央にある装置を起動する条件はクリアしたはずだ。一体何が起こるのか。おや、水位が急に下がったね。これで水の中のものをじっくりと調べられるはずだ。これは僕の知る限り
これは文字だよ。テイワット大陸のあちこちにあるけど、未だ謎に包まれてる。解明されてないところが多い。それになぜ不問がここに残されたのかもわからない。ひとまず書き写しておこう。君に対する研究が終わったらまた確認してみるよ。はあ、またわからないものが増えたな。こんな変わったテストや実験で一体どんなことがわかるって言うんだ。結果を得るにはそれ相応の代価が必要ってこと。今回かなりの収穫があった。それに比べて微々たる代価を支払うなど大し、僕は先に拠点に戻ってる。君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。こんなに苦労したんだし、一体どんな結果が出るか楽しみだな。他に用がなければオイラたちも拠点に戻るか。そう焦らないで、まだ危険は排除されてないのよ。お前まだ雪山にいたのか。もちろん、君たちとアルベドがしてきたことは全て見せてもらったわ。警戒心がないのか、それとも単に彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか。見知らぬ人の指示に従って正体のわからない薬を飲んだり、意味不明の実験に参加したり、単純というより君が騙されていたと信じたい。もしくはわざとそうしたとか。やっぱり警戒心の強いシスターだな。アルベドのことはどうでもいいわ。彼のことは君のような異邦人よりも知ってるもの。私が気にしているのは一つだけ。君が錬金術で怪物に改造されたかどうかよ。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。それにあいつ今まで錬金術を使ってないし。彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないものよ。とにかくその脅威をモンドに戻すことはできないわ。何するつもりだ。案外冴えてるわね。君たちが触れてきたものに危険がないと分かれば危険性はないと判断できる。他のものはすでに調べたわ。唯一確認してないのはその不問よ。この不問、オイラたちも何なのか分かってないけど。でしょうね。装置でもないし、ただの不問だわ。でも一応念のためこの不問の言葉を写しておこうかしら。定期的な見回りも必要ね。いいでしょう、君たちに危険性はないと判断する。これで万事問題なし。君たちのせいで残業することになったら損だものね。残業？最後に忠告しておくわ、異邦人。アルベドのことを何でも信じないこと、考えなしに行動しないように。もう行っちゃった。自分本位なやつだな。モンドじゃ彼女みたいな人珍しいよな。それよりもアルベドの拠点に戻ろうぜ。さて、おかえり。ちょうど結論が出たところだよ。しかし戻ってくるまで結構時間がかかったね。それなら平気さ。彼女は仕事を全うしたまでだよ。結論から言おう。今日
多くのデータを手に入れることができたから、すぐに全ての研究を終わらせることは難しい。でも全体を通した初歩的な結論なら教えられる。そんなの一目見ればわかるだろう。あれだけ苦労したのに結局それだけなのか。まあ焦らないで。君たちにとっては当たり前だけど、この世界にとっては当たり前のことなんてない。こういう可能性は考えたことあるかい？テイワットという世界は、よそ者に対してこの世界の法則を話しただろう。君が無事に僕と会話してることは普通に見えるけど、本当は奇跡だったりするかもしれない。なぜなら君と同じよそから来た命、僕が話した種はテイワットの法則に影響されて成長することすらできない。しかし君を観察した後、僕は君の命を真似して錬金術に新たなインスピレーションを加える。うわ、なんか出てくるぞ。無から有へ、芽生えから繁栄へ、それから終わりに向かう。この世界でない命を育むことは世界を育むことにならないかい？おや、これが限界みたいだね。一瞬だけど最高に綺麗な花を咲かす。いっぱい苦労したから永遠に咲いててくれるもんかと思ったけどな。命というのは多種多様で自由なものだよ。長さで決めつけるべきではない。たとえ一瞬でも短い命が必ずしも悪いことではない。効率的で完璧、孤独にとらわれないことを意味する。わかるかな？僕が言った僕たちの会話は奇跡かもしれないこ。ん？急に塩らしくなってどうしたんだ？おーい、元気出せよ。オイラがついてるだろ。それにアルベドも友達になってやってもいいぞ。ありがとう。孤独をなくすことは必要だと思ってないけど、これも悪くないかな。君が協力してくれたおかげで僕は花を咲かす可能性に気づいた。いや、雪山で君たちと過ごした時間は価値のある旅だったよ。今後もし必要があったらまたお願いしてもいいかい？それならよろしく頼むよ。ずっと実験結果は普通だって彼に言ってきたけど、瓶の底に現れないはずのよどみがあるのは一体どういうことだ？国土を吸えば汚れ、白亜を吸えば無垢になる。君も僕も未来が不確かな素体ってことか。もしいつか暴走する僕がモンド壊そうとしたら、君が止めてくれることを期待してもいいだろうか。